になってなくてですね、1月の末にあっと思った瞬間からもうほとんどね、日中はコートもいらないような状況、おかげさまでネモフィラも霜よけのシートをめくれば青々と、まあ、元気に育っているという状況であります。まあ、若干育ちすぎなのかなという心配はありますが、何より元気でいてくれて、また東鹿小学校の皆さんから後に紹介があると思いますけども、まあ、感想文というかですね、我々の、まあ、まつぶり返しやこの種まきに関してやったことに関する感想とお礼という、まあ、本当にありがたいようなことをいただいたということでございます。まあ、これも一人に皆さん の,、ね、一人一人の時間と力をお貸しいただいて続けてきたことで、子どもたちに何か考えていただける場所、時間を作ることができて、ひたちなかの子どもたちに、まあ、東鹿小学校の特に子どもたちにとっては非常にいい経験、そして我々に感動を与えてくれたということだと思います。今後もくじけずに様々なことを続けてまいりたいと、ともにもう3年4年危惧している季節と花が合わない、ね、曜日年月日と花の開花が合わないという症状はもう止められないという状況にあろうかと思います。我々は環境整備という形で今ある宝物を身近にしようということでありますけれども、ゴールデンウィークには眠りはいつも悩む状況に今後なり得る状況になると考えれば、この次にですね、観光政策に残ったまたは環境美化に残ったあたりも当たり前にできる草花の育成に関しては当たり前にやる、そしてもう一つ、まあ、お祭り的なものではなくてもまた地道な一つ一つの活動をまた見つけていって、市内、市民、企業、さまざまな方々とコラボレーションして今後環境整備につながるようなことをやってまいりたいというふうに考える時期が来たのかなというふうに思っておるところでございます。取り急ぎというか、まあ、感想を述べたまででありますけれども、今後もお力をお貸しいただけますようにどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。